どうも皆さんお疲れ様です。工藤です。12月11日土曜日夕方の4時39分でございます。はい、今日の午後は私は、はい、まあ、今日全体通したらお休みなんで、アニメね見たりしようかなと思ってたんですけど、ちょっとね編集作業をやらなきゃいけないのもあってすいません。で編集作業をねちょっとして、でまた1本、はい、納品というか、はい、出来上がったんで、まあ、とりあえずそっちはいいんですけど、まあ、その分ちょっとアニメを見る時間がねあんまりなくて、現時点でね5本ぐらいアニメ溜まってるんだけど、まあ日曜日がねそんなに多くないから、まあ、とりあえず明日で見切れるかなとは思うんだけど、はい、ちょっと今週忙しくて、あんまり見る余裕がなかったんでね、はい、ちゃんと消化しておきたいなっていうふうに思ってるんですけど、はい、とりあえず明日も使って、明日はね86と、まあ、先輩がうざい後輩の話くらいしか新しく更新される作品はないんで、まあ7本くらいでなんとか見れるかな、1日で7本か、まあ頑張ってみようかなと思います。はい、ただ編集作業もね、まあ、明日1本、やろうかなと思ってるんで、まあ7本いけるかどうかちょっと怪しいですけど、まあ、頑張ろうかなと思います。86はね先週お休みだったから、先週もねなんか「うおー休みじゃねえか今週」って言って、どれだけ待たせるんだっていう感じだったんですけど、まあ明日は配信されると思うんで、はい、そこはね待ちたいと思います。はい、で、今回の夕方の配信で話したいことは、まあとりあえず一つかな。見た方もいるかな。もう緊急告知ですよ。緊急告知。新海誠監督の最新作に関するお知らせが、はい、ついに来ました。まだその内容とかは発表されてなくて。何が発表されたかというと、新海誠監督の最新作に関するお知らせを、新作発表会見として12月の15日、12月の15って言ってた、12月15日は水曜日かの夜の11時23時ですねに、東宝ムービーチャンネルだったかな、私今開いてるんですけど、東宝ムービーチャンネル、 YouTube の東宝ムービーチャンネルさんでプレミア公開されます。はい、というお知らせが、はい、でも東宝ムービーチャンネルさんとか、あと東宝アニメーションチャンネルかなで発表されました。はい、いやーついに来たね、来た新海誠監督の最新作ね。さあどんなのが来るかなっていう感じなんだけど、一応その東宝ムービーチャンネルとか、東宝アニメーションチャンネルさんの方に上がってるのは、ショート動画15秒くらいかな、15秒の短い新作発表会見12月15日23時に配信決定っていうね、まあ、お知らせの短い動画ではあるんですけど、まあ、その中で、なんだっけ、君の名はが2000ちょっと待って、音大丈夫、音出ないよね、音出ない、出ない、よし、君の名はが2016年で、天気の子は2019年で、今年2021年ですよね。だからもうあれからまあ2年経った。なんかあっという間だね。なんか天気の子結構最近見てたような気がするんだけど、もう2年経つか。待てよ、君の名が2016年か。もうね一世風靡しましたからね、君の名はね。で2016年、2019年、3年ごとに一作っていう感じか。だからだから2019年の、まあ、3年後っていうと2022年、いや来るんじゃないか、これはもう2022年、新海誠監督の新作なんだろうね、どんな作品だろうっていうのがめちゃくちゃ気になっているところではあります。
一応言っておくと、新海誠監督の作品ってこのショート動画に出てる、君の名はと、天気の子だけではもちろんないです。あの新海誠監督の作品はもっとあって、まあ、その世間的に知名度があるのがやっぱり君の名はからかな、まあでも君の名はがね、まあ、有名になりすぎちゃったから、まあ、どうしても君の名は天気の子の監督みたいなイメージがねかなり強いとは思うんだけど、はい、もっとね前の作品とかもあるんですよ。私も全部見たかって言われるとちょっとね定かではないんだけど、多分見た記憶はあるんだよね。まず星の声とか、とか雲の向こう約束の場所とかね、あと秒速5センチメートルとか、星を追う子供、あと琴の葉の庭、とかね、琴の葉の庭の次が、まあ、君の名はで天気の子っていう感じだね。はい、まあなんだろうね、まあ個人的には秒速5センチメートルくらいからなんだろう、まあ知ってる人が結構多いのかなっていう気はしてます。星の声とか雲の向こう約束の場所はさらにもっとマニアックな、本当に新海誠監督を好きな人が見てるような、感じかな。秒速 5cm はもしかしたらその新海誠監督って聞いて、なんだろう、代表作で出てきてちょっと見た人もいるんじゃないかな。あと琴の葉の庭とか、その辺はちょっとね、なんだろう、まあ、君の名はとか天気の子よりもちょっとこう調べると出てくる感じかな。はい、君の名はとか天気の子に関してはもう大体日本人であれば、まあ、大体わかるんじゃないかなっていうレベルで、琴の葉の庭、星を追う子供はどうかな、まあ、見たけど、私はね見たけど、琴の葉の庭と秒速 5cm がまたさらにちょっとこうマニアックな部類に入ってきて、そっからさらにマニアックになると星の声、雲の向こう約束の場所とかねになるかなっていう感じですね。確かね、ちょっとどの作品か忘れたんだけどね、あの私の故郷青森県のとあるなんか駅だったかな、もう出てくるんですよ、この新海監督の作品の中でね。ちょっと調べますね。なんだっけな、新海誠、作品、舞台、青森っていうとね、あるんですよ。雲の向こう約束の場所かな。これは2018年のね、ウェブ東欧っていうね、サイトのあれなんだけど、2016年のアニメ映画、まあ、新海監督、そうだね、雲の向こう約束の場所っていうね、作品で、津軽海峡に国境線が引かれた架空の世界を描いたこの作品。っていうか、もう、バチバチ舞台じゃね、これ。あんまり知らなかったけど。青森市のほか外ヶ浜町、今別町、蓮田村だったかな、上磯地域の JR 津軽線、そう、なんだこれ、読めないわが主な舞台。まあなんか地元はね、なんかいろいろその政治になってるよっていうふうにアピールしようとしてるみたいなことが書いてありますね。まあでもね、雲の向こう約束の場所自体がまあまあマニアックだからまあちょっと聖地って言われてもへえぐらいの感覚だと思うんですけど、皆さんからしたらね。それこそあの、なんだっけ、君の名はの舞台になった、岐阜県、どこだっけあれ舞台、ちょっと待ってよ、私行ったんですよ君の名は、聖地、これか、長野も出てくるんだっけか、岐阜のなんだっけ、なんか
発電所かなんかが爆発されるんじゃなかったっけ。飛騨だ、飛騨、飛騨、なんだっけ、飛騨高、高なんだっけ、違うな、飛騨高山か、うん、飛騨高山、高山違うのかな、どうだろう、私高山に行ったんだよね、確か高山市かな、うん、昔昔っていうのもそんな昔じゃないけど、数年前に新卒で入職した会社の、研修みたいな感じで、はい、岐阜県のとある場所に、研修に行ってまして、その時に一緒に行ってた、同期の人たちと一緒に、旅行という感じで、飛騨高山かな、に旅行に行ったりとかしてね、遊んだりしてましたよ。で高山はね、確かね、君の名はだけじゃなくて、飛騨市かな高山市かな、どっちだったかな、ちょっと分からなくなってきた。飛騨高山とかって言ったりするんだけど、飛騨市なのか高山市なのか、高山市じゃないのかな、あれどっちだろう、ちょっと分かんないんですけど、まあそこその辺の詳しいことは、まあ、皆さん気になる人は調べてほしいんだけど、どっちだったかな、高山市だったかな、まあ京都アニメーションさんの評価っていうね、アニメの舞台でも確かあって、当時行った時にね、結構話題っていうか、そのめちゃくちゃ評価のなんかポスターだったかな、なんか評価の舞台になってますよみたいな感じでも押し出してましたね。君の名はの舞台として押してるっていう感じはあんまなかったかな。岐阜県の飛騨古戦、古川古戦、じゃあ高山はじゃ違うのかな、もしかしたら違うかもね。岐阜県飛騨高山、はい、まあそんな感じでね、まあ君の名はの舞台はね、まあそれこそみんな知ってるから、聖地巡礼にしたりとかするかもしれないけど、雲の向こう約束の場所の聖地って言われても、はひみたいな、何それみたいな感じで言われる可能性もありますね。秒速5センチメートルはね、まあなんだろう、君の名はとか天気の子を見て新海誠監督の作品が好きだって言って見ちゃうと、ちょっとこう、大人な作品なんでね、なんだろうね、このウィキとかにもね、ひたすら悲しかったとか、ショックで座席を立てなかったっていう感想がね、あるので、ちょっと大人向けな作品ではあるから、なんかいろんな人に受けるかというとちょっと微妙だね。琴の葉の庭もね、大人向けだよ。まあなんだろう、雨の表現とかがすごい綺麗だったし、なんかそういう雨の表現になんか挑戦したみたいなことを言ってたかな。まあこれもね、結構癖のある作品だったかな。なんか靴だったかな、なんだっけ、靴作りをしてる、なんか高校生の男の子だったかな、と年上のお姉さんが、まあ雨宿りで、まあ、出会うみたいな話だったんだけど、まあ、ファンタジー要素はあんまりなくて、結構リアルな、作品でね、まあこれもあんまり明るい作品ではないから、本当に君の名はね、本当にいろんな人に、たくさんの人に受けるように作ったんだなっていう感じしますね。だって本当に最後の最後、まあ、君の名は見た方ならわかると思うんですけど、本当に最後の最後、あ、これってもしかして秒速5センチメートルの再来かってちょっとやっぱ思ったんですけど、まあ、そうはならなかったね。まあ、あれがそう、秒速5センチメートルの再来だったら、ちょっとまたね違ってたかもしれないね、人気が。まあそんな感じで、新海誠監督の作品はね、君の名はとか天気の子以外にも
はい、いくつかあるんでね、良ければねチェックしてほしいなとは思いますね。はい、個人的にはやっぱり秒速5センチメートルが、まあ大人向けの作品だけど、好きっちゃ好きかな。主題歌もね、誰だっけあの人、名前が出てこない、いつでも探しているよってやつね。あれ誰だっけ歌ってるの、ちょっとわかんないけど、まあ、はい、そんな主題歌になったりとかね、ちなみにこの秒速 5cm っていうタイトルは、なんだっけ、桜の、花びらが落ちる速度なんだよね確かね。そこから秒速 5cm っていう風にタイトルがついていますと。はい、というわけで、まあ、私の歌とかね、そんなのはどうでもいいんだけど、はい、12月15日の水曜日夜23時にですね、はい、その君の名は、そして天気の子に続く新作が発表されるということで、まあ、本当にでも3年ずつに来てるから、やっぱ来年の2022年の夏じゃないかな。どうなんだろう、それこそ君の名はとか天気の子ってどっちかっていうと時期的にはやっぱ夏がなんか設定が多いから、なんだろう、ちょっと冬みたいな。でもそうだっけな、君の名は冬もあったっけ、あれどうだったかな。天気の子はまあ雨だし、雨をこうね、雨とかそういうのこう強く描いてるから、まあ、台風とかっていうとちょっと秋、夏から秋にかけてみたいな感じがするけど、ちょっと新海誠監督の描く冬みたいなものもね、ちょっとまた個人的には見たかったりするね。まあ皆さんもね、どんな作品が来てほしいかなみたいな予想したりすると思うんですけど、よければコメントとかね、お便りなんかで教えてくれると嬉しいかなって思います。私個人的にはだから冬作品か、なんだろうね、ただはず、なんだろう、もう、なんていうのかな、設定としてもう絶対こうだろうなっていうのは、私が大好きなボーイミーツガールの、まあ、ラブストーリーが絡んでくることは、まあ、間違いないんじゃないかなって思います。新海誠監督の作品は、まあ、その手の作品ばっかだから本当に、まあ、君の名はとか天気の子もそうだし、琴の葉の庭も、まあ、ちょっとこう大人の恋愛、高校生と大人の女性の恋愛だったり、お正子供はねちょっと記憶がねあんまりないんだけど、秒速 5cm もその、まあ、恋愛だよね。星の子や雲の向こう、約束の場所とかも、まあ、本当に確か恋愛ものだった気がするんだよね。だから新海誠監督はやっぱ恋愛ものが好きなんだよね、多分わかんないけど、だから恋愛要素のあるラブストーリーものだっていうのは多分ね外れないと思うから、そこを起点にどんな物語を展開するかで、時期はだいたいどのぐらいのね、こう夏なのか春なのか、夏なのか秋なのか冬なのかみたいなところで、考えられるかな。私の予想としては冬にしよう、私冬を舞台にしたラブストーリーで、私はとりあえず考えてます。なんか君の名は夏、天気の子がちょっと秋口にちょっと近いかなっていうのを考えると、いや次冬来るんじゃないかなって思ったりしてます。冬は冬でね、ちょっとこう寂しい感じがしたりするから、なんかいろいろ恋愛模様も描きやすいんじゃないかなって思ったりとかしますね。はい、というわけで、私は新海誠監督の次の来年おそらく公開予定だろう作品は、タイトル名とかは全然わかんないけど、とりあえずラブストーリーで冬をなんかこうなんかイメージというか、はい、テーマにした作品になるんじゃないかなって予想しております。皆さんも予想して見て
ください。はい、というわけで今回の配信は以上になります。また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。